手回りが全く見えなくなるぐらい真っ白になってしまうんです。鼻血も細かくなっているね。寒いでも真っ白です。で今日も真っ白、昨日一昨日も寒かったです。その影響もあるのでしょうね。それにこれまで鼻症状だなんてなかった私がこう数年前から口元に涙、喉の痛みがこの時期当たり前になってしまいました。ああ、やっぱりその原因がある程度こう分かっているということでね、じゃあどうしましょうかということですね。ちょっとその別にお肌の調子が調子がこまれましたら、すごい嬉しかった。私もマスクさんの動画そこまでは嬉しい、すごくないですよ。この時期の美容法があったらぜひぜひ教えてください、ね。そうですね、もうね、空から降ってくるものはおいしくないですね。あの学校でもこれだけ人気じゃないですけども、もう当時の歴史が高いですからね。だからもう50代になったらすぐに高くて5分ぐらいで茶葉を買うように、ね、あれの回数をちょっと多くしてあげるようにしたらどうだったね。それから外からは徐々に落とした原稿をしていきたいんですね。あとはその母の方が参考でいいようかに、そういう風に痛みがいいとか始まっていいとか始まって、だから痛みしいですね。運動はどこから来てもやっぱり必要です。